はい、それでは超12日ブルー選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、明日の意気込みをお願いします。そうですね、まあ、前回ちょっと負けてしまったんで、はい、まあ、今回はまあ、ちゃんと、まあ、さらに練習してきたんで、はい、また久しぶりの KO で勝ちたいなと思います。久々の KO でまた会場を沸かせますか。はい、その予定です。わかりました。超12日ブルーへと改名された理由を教えてもらえますか。あ、もう普通に単純にドラゴンボールの、はい、あ、そうだったんですね、はい、まあ、オマージュというか、はいはいはい、一応その、まあ、ゴッド、はい、前回ゴッドだったゴッドでしたね。ゴッドの次が、はい、スーパーサイヤ人ブルーなんで、はいはい、まあ、それをオマージュしたというか、はい、なんで超12日ブルーで。そうだったんですね、はい、なんかもう皆さん多分超12日選手の改名が楽しみになってると思いますよ。次何なんだろうとか。はい、私も楽しみでしたが。はい、そうですね、そうですね。減量も終えたそうなんですけども、今回コンディションはいかがですか。はい、まあ、今回5キロぐらい減量で、まあ、ちゃんと計量できたんで、はいはい、そうっすね。何ヶ月で5キロぐらい落としましたか。何ヶ月、いや2週間ぐらい。はい、落ちるもんなんですね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。は、はい、もう余裕で、余裕、かなりいい状態です。わかりました。そうですね、対戦相手の斉藤選手の印象を教えてください。印象は本当に正直全くなくて。本当ですか。なんか、あ、そういえばいたな、いたなみたいな。いや、本当に冗談抜きで全く話したこともなんか挨拶とかもなかったんで。やはり接点ないかもしれないですよね。はい、斉藤選手はハチス選手とか。あ、そうですね、昔戦ってましたもんね。あと、あれですね、元気さんっていう。あ、そうです、そうです。元気ジャパンでしたっけ、って人と。とかですよね、はい、やっぱり試合でこう話したりとかってなかったですもんね。急にこうやって戦うってなって、どうやって気持ち切り替えました。とりあえずやるしかないですもんね。まあ、そうですね、まあ、でも甲斐さんのメンバーっていうのは知ってたんで、はい、まあ、勝ったら美味しいなと。勝ったら美味しいですし、まあ、普通になんかそもそもその甲斐さんの、はい、メンバーとも関わることあんまりないんで。そうですよね、まあ、試合という形で関われるのはすごい嬉しいかな。ああ、感じですか。今回バッチリと見せて、はい、会場沸かせましょう。はい、頑張ります。わかりました。対戦相手の斉藤選手なんですけども、はい、どうやって勝つかイメージなどはされてますか。作戦などは特にないですか。作戦は一応ありますないですけど、まあ、はい、まあ、ローキック10発ぐらいで。10発、はい、ローキック10発で。蹴りも出していくということですか。左足を折ってそのまま立てなくしてボコボコにしますの予定です。はい、蹴りで攻めるということですね。まあ一応、はい、一応わからないですよ。でも蹴りで攻めるって言って、はい、打撃来るかもしれないっていうね。はい、わかりました。そうですね、前回溝口選手との戦いを終えて、この部分が強化したよという部分はありますか。まあ、まあ基本的な練習と、はい、あと、まあ、体力作りというか。まずは体力作りと、はい、何回回を重ねても慣れないですね、正直。疲れるというか。なるほど、はい、なんか一部では YouTube とかでは12日選手のスタミナ切れになってしまうんじゃないかという心配もあるので、はいはいはい、今回はじゃあ強化してきたんですね。はい、ちゃんとやってきました。わかりました、楽しみにしております。はい、それでは最後に応援してくださるファンの方々に一言お願いいたします。まあ、今回は、まあ、でも勝たないといけないんで、はい、まあ、今回勝って2連勝目標に頑張りたいなと思います。
わかりました。それでは以上になります、はい、頑張ってください。ありがとうございました。それでは第24試合に出場する斉藤選手にインタビューしていきたいと思います。まずはなぜ十人力さんとやりたいと思ったんですか？やりたいと思ったというか、うん、やっぱ急にあの十人力の企画に入れられたんで、特にやりたいと思ったみたいなのは、はい、あれはなかったんですけど、まあ、でも十人力にだけは負けないなっていうのは思ってたんで、はいはいはい、なんか結構十人力さんに怒ってる感じしたんですけど、何かあったんですか？いや、怒ってないですよ。特にないですね。怒ってないです、特に、はい、でも負けられないということで、そう、そうですね、はいはい、そっちの意識でということですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。明日は、まあ、試合がいよいよ始まるんですが、はい、緊張の方はどうですか？緊張はしてます。おお、してるんですね。緊張してます、緊張してます、はい、毎回されるんですか？毎回してます、はい、すごい意外。めっちゃ緊張します。いや、十人力さんとやれて楽しみなのかなってちょっと思ったんですが。いや、あの基本的にずっと緊張してますね、多分、はい、でも最近の十人力さんは割とすごい強くなっていくなっているイメージがあるので、はい、そこをどう思いますか？そこはでも僕も結構やっぱ強くなったっていう自信が、はい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 、あるんで、はいはい、そこに関してはなんか特に何も思ってないです。明日はちなみに彼女さんは応援に来るんですかね？わー、多分来ます。わー、はい、いいですね、はい、ぜひぜひ、はい、では明日の意気込みなどあればお願いします。明日、まあそうですね、なんか12日結構具合、うん、良くなさそうな顔だったんで、はい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 、思いっきり腹殴ってまあ、倒れさそうかなと、はいはい、それは何で感じたんですか？なんかあの SNS で十二日の画像が回ってきて、はいはい、体調バレそうだなと思って今日お会いしました？いや、まだ会ってないです。思いっきり腹殴ったろうと思ってなるほど、はい、ありがとうございます。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします、はい、このブレイキングダウン出場するのがちょうど1年ぶりなんですけど、本当に強くなったので、うん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは安井選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、いよいよ明日です。今の意気込みをお願いします。そうですね、結構コンディションもいい感じなんで、明日、まあ、いい試合ができるように楽しみたいと思います。はい、わかりました。ハイレベルなグラウンドの展開が予想されます、はいはい。幹事選手の印象を教えてもらえますか？そうですね、やっぱフィジカルがすごい強くて、はいはい、まあ、格闘技経験もあってすごくいい勝負になるかなと思います。幹事選手と何キロ差ぐらいあるんですか？具体的な感じが出てなかったんですけど、僕は全く今回減量なしなんで、はいはい、向こうは多分落としてきてるんで、その差ぐらいですか？確かそれでどれぐらいリカバリーするかとかですよね。以前ポーランド選手を打撃から強引に引き込んだと思うんですけども、はいはい、安井選手あれ見てもタフすぎてびっくりしたんですけども、はい、明日の試合はどういった作戦がありますか？そうですね、いや、もう打撃でも倒せるように、はい、まあ、立ってよし寝てよしの、あ、はい、なるほど、コンディションでやってきたんで。スタンドの展開も予想されてきたんですか？そうですね、KO か、はい、KO 腕十字の一本かではい、はいはい、決めたいと思います。わかりました、はい。幹事選手は絶対に安井選手のテイクダウンを警戒してくると思うんですけども、はい、そこの対策というか何か他の手はあるんでしょうか？そうですね、一応考えてきました。はい、一応、まあ、大技をいくつか用意してるんで、まあ、打撃での大技と柔道の投げ技も用意してきてるんで、はい、柔道も見れるんですね、はい、いや、私もめちゃくちゃ打撃が楽しみです。まさかここで KO したらもうびっくりしちゃいますね。そうですね、いや、もうなんかキックのルールも賛成したいなと思って、はいはいはい、ああ、キックルールでもやりたいということですか？そうです。そしたらもう全部オールラウンダーっていうんですかね、はい、そういうことね。いや、楽しみにしております。はい、はい、それでは明日応援してくださるファンの方々へ最後一言お願いいたします。はい、明日25試合、僕の試合を注目していてください。
あの格闘技に興味ない人も、まあ、見れるような試合にするんで、ぜひお楽しみください。お願いします。はい、それでは以上になります。明日頑張ってください。それでは第25試合に出場する漢字選手にインタビューしていきたいと思います。はい、まずは明日いよいよ試合なんですが、はい、緊張されてますか？緊張はしてますね、若干。若干。いやでも明日になったらもっと余計にしちゃうんですかね。いや、僕前日の方が緊張するタイプで、まあ、当日はもうやるしかないんで。あ、本番に強いタイプ。スイッチ入れるタイプです。なるほど。いや、あの漢字選手の体が結構フィジカル強そうで、もう今でもでかいんですけど、はい、トレーニングは何されてるんですか？まあ、ウエイトトレーニングです。トレーナーなんで。はい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 、はい、だからウエイト重い。あ、なるほどなるほど、はい、だからこんなでっかいですね。ありがとうございます。はい、いや試合とかって過去に 出られたことあります？昔出てて、はい、まあ、ちょっと何年か期間空いて、うん、前回の天に出させてもらって、はいはいはい、って感じです。なるほどなるほど、はい、いや今回の試合相手安井選手なんですけど、はい、印象どうですか？いやもう強いです。うん、強い相手です。あ、どの部分が強そうって。うん、まあ、全部できると思うんですけど、打撃も寝技も、だから年下ですけど、はいはいはい、もうちょっと胸を借りるつもりでそうなんですか？やろうかなと思ってます。はい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 、まあ、そうですよね。だって、はい、あのトレーナーさんだったらやっぱいろんな選手とかって見て来られたんですかね？いや、そんなこともないんですけど、僕は女の人がメインなんで、パーソナル。女性なんですか？普通のパーソナルでやってるだけなんで、ボディメイクなんで。はいはい、あ、ボディ、ね、格闘家とかはあんまりいないんで、はい、なるほどなるほど、はい、やっぱ自分のボディメイクも結構こだわってるんですか？そうですね、まあ、ある程度はやってます。やっぱ格闘技の筋肉とウェイトの筋肉って違います？そうなんですよ、違うんで、はい、その格闘技をこの復帰する前までは結構もっと大きかったんですけど、へ、逆に動くから、はいはいはい、あのシェイプされたっていう、格闘技の体に最近はなりました。あ、やっぱちょっとこうなんていうの、筋肉してないですもんね、格闘技の。ちょっと細くなりました、ね、はいはい、体は。体重も落ちたし。でそれが最適なんですもんね。うん、そうですね、今はそうですね、はい。いや、明日のブレイキングダウン、意気込みをお願いします。はい、明日はそうですね、まあ、勝ちに行くんで、てか俺が勝ちます、うん、って感じですね。はい、ありがとうございます。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。はい、明日、俺の試合ぜひ見てください。絶対あの1分の MMA なんですけど、面白い試合にするんで、ぜひ見てください。お願いします。はい、それでは外へぼ選手のインタビューを始めさせていただきます。まずは明日の意気込みをお願いいたします。そうですね、やっぱり対戦相手がジャキさんってことで、はい、まあ、前回の試合見てもらえればジャキさんの強さはみんな知ってると思うんで。そうですね、まあ、けどここを超えて僕の強さを、明日証明したいと思います。わかりました。前回1分3ラウンドルールだったんですけども、今回は1ラウンドなんですけども、1ラウンドに向けた戦いはあの練習されてきましたか？切り替えたというか。あ、そうですね、はい、前回は1分3ラウンドで、はい、まあ、本当相手の出方とかいろいろこう、まあ、考えてやったんですけど、はい、もう今回1分1ラウンドなんで、まあ、けど今まだ迷ってるところがあって。あ、戦い方を。そうですね、なるほど。まあ、けどジャキさんも打ち合ってくれると思うんで、はいはい、まあ、おのずと打ち合いになって熱い試合になるのはなるのかなとは思ってるんですけど、うん、もう明日はまあリングでゴングが鳴った瞬間に、ちょっと戦い方によってですよね、そこは。そうですね、判断してって感じで。ね、まあ、今回ちょっとザキさんに入るであろう技をまあ2個ぐらい用意してきたんで。あ、私なんか1個予想がつきますわ。わとか言って。本当ですか？いや、はい、は言わないでおくんですけど、1個予想つきます。で試合後インタビューでじゃそれがあの出たらちょっと言っていいですか？わかりました。予想してましたって。とあともう1個あるんですもんね。そうです。ああ。でもジャキ選手も3ラウンドルールとかすごい慣れてると思うんで、なんか予想はやっぱ開始早々バッと打ち合ってくると思うんですよ、至近距離で。なんかそこのディフェンスが心配になりますね。
そうですね、うん、ワクワクしてますね。いやなんかどうなるんだろうっていう、本当に昨日分かんなくないですか、はい、打ち合うとか言ってジャッキさんもなんか距離取ってきたらテクニックとかも結構あるんで、はい、なんか勝ちに徹してくるのかなとか思ったり、それとも、はい、打ち合ってくるかということですよ ね、 すね。確かにそうですね。ストエボ選手もお仕事お忙しそうで、どれぐらいの頻度で練習とお仕事を組み込んだんですか。あけど、まあできる時は毎日行ってました。だからもう本当にもう準備はバッチリできたんで、はいはいはい、コンディションバッチリですか。そうですね、もうできることは全てやってきたんで、はいはい、まあ、明日はそうですね、あのオッズとか予想とか見た時に、はい、結構自分が多分負けるって思ってる人が大半だと思うんで、あ、まあ、それ見た時にさらに気合入ったんで、はい、僕が勝つって信じてくれてる人たちの思いも背負って明日は勝ちます。わかりました。そうですね。対戦相手のジャキ選手の印象をお伺いしてもよろしいですか。印象ですか。でもハードパンチャー。そうですね。警戒すべきところはどこだと思いますか。あのパンチじゃないですか。パンチですよね。回転も早いし。はいはい。多分打たれ強いも打たれ強いと思うんで。コンパクトですよね、なんか。そうですね。打撃が。だからこそ入る技が。あるのかなって僕は思ってて。なるほど、それに合わせた作戦があるんですね。まあちょっと今回用意、はい、自分の中で用意してきたつもりなので、はい、それを、はい、出したいなと思います。わかりました、楽しみにしております。はい、コンパクトな打撃を警戒して避けつつ、明日はファンの方にどんな試合を見せたいでしょうか。まあ明日勝つのは僕なので、画面の向こうと会場から、まあ、僕の姿を見届けていただけたらなって思います。わかりました、明日頑張ってください。頑張ります、はい、それでは以上になります。ありがとうございました。それでは第26試合に出場するジャキ・マサヤ選手にインタビューしていきたいと思います。いや、ブレイキングダウン明日いよいよ本番なんですが、はい、2回目ということで、はい、どうですか。自信しかないですね。前回同様ぶっ倒してみます。そうですね、前回もインタビューさせていただいたんですけど、はい、結構あの勝った時の勝利者インタビューにニコニコされてる印象がめちゃくちゃあったんですけど、はい、余裕でしたか。いや余裕じゃないですけど、まあ自分を出せたかなっていう感じです。楽しかったっておっしゃってますね、はい、今回も楽しめそうですか。楽しんで、できたら自分出せるんで、うん、はいはいはい、はい、相手の選手外ヘボ選手なんですが、はい、外ヘボさんもね、だんだん強くなっていっているわけで、どういう印象あります。まあ、外ヘボ君も強いんで、はい、まあ、分かってるんで、うん、まあ、その中で、まあ、倒せるようにしっかり、うん、仕上げてきたんで。お、はい、ちなみにどういう練習をされたんですか。まあ、いろいろタイとか行ったり使用してきたんで、ね、もうこの日のために、まあ、かけてやってきたんで、はいはい、ブレイキングダウンのためにタイ行ったんですか。初めて聞きました。いないですよ、海外行ってのそれもそれぐらいの気持ちで僕はかけてるんで、はいはいはい、はい、じゃあムエタイを やらせて。ムエタイもそうだけど、そうですね、はいはいはい、もう厳しい練習乗り越えてきたんで、はい、タイの環境もちょっとネットとかで見させていただいてますけど、なかなか厳しい環境、はい、過酷、ね、例えばでっかいタイヤとか使ったりとか、ね、どんなのありました。まあでも基本的に、まあ、ミット打ちはもう結構追い込みの練習だったんで、もういつもよりかはもう全然しんどい感じでした。そうですよね、それこそタイの気候って暑くて、そうそう、もうでそのなんか練習が大変そうなんですけど、はい、もう屋外で練習してて、もう35度ぐらいなんで、うわ、暑い、その中でやったんで、まあ、スタミナは十分自信あるし、はい、なるほど、はい、じゃこの日のために、はい、タイに行ってきたと。いやすごい気合いですね、はい、いやぜひとも勝っていただきたいです、はい、では明日の意気込みをお願いします。明日は、まあ、間違いなく、おもろい試合するんで、まあ、注目して見てください、うん。では最後に視聴者の皆様にも一言お願いします。まあ、皆さんの期待通りのバチバチの試合するんで、明日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
はい、それでは川島選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、いよいよ明日です。今の意気込みをお願いします。はい、まあ、いつも通りとても楽しみです。楽しみですか、はい、なんか今日いつもよりもなんか、はい、リラックスされていると思います、川島選手が。あ、そうですね、はい、まあ、楽しもうみたいな。楽しもう、それが一番でかいですね。まあ、好きなことやるんで。はい、わ、はい、かりました。はい、待ち望んだポーランド選手との試合になります。はい、どういった心境がありますか。いや、まあ、そうですね、第5回大会の時かな、うん、いろいろ言われて断られちゃったので。そうですね、はい、それでまあ今回は、ね、対戦受けていただいたんで、まあ、ありがたく嬉しい気持ちと、はい、まあ、やってやろうっていう気持ちでいっぱいですね、うん。楽しみですか。はい、めちゃくちゃ楽しみです。はい、川島選手のちょっとさっきも上で会った時言ったんですけど、うん、はい、川島選手の潜在写真がもう幼すぎて、はい、ポーランド選手の知人から、はい、どうして子供と戦うのって言われてるみたいなんですけども、はい、どう思いますか。変えますか、潜在写真。いや、もう次回から変えますか。いや、変えます。もうちょっと怖さを出してということですね。はい、そうですね、やっぱり戦う男なんで、怖さを出して、やめてください。ここだけだと本当子供みたいで可愛いってなっちゃいますかね。はい、うん、そうなんですかね。で、次から帰るみたいなので、まあ、はい、楽しみにしてください。子供じゃないですって。はい、はい、そうですね、前回ブレイキングダウン10で試合を終えてから、はいはい、どういった心境で練習に取り組んできましたか。いや、まあ、悔しい気持ちはあったんで。そうですね、そうですね、はい、そうですね。前回からパワーアップした部分はどこがありますか。はい、いや、まあ今回はちょっとね、いつもの喧嘩にちょっとテクニックを取り入れた、喧嘩をしようと思ってます。はい、打ち合いをまた見れるってことですね。打ち合いつつもテクニックを組み込んだ。そうですね、ちょっと組み込んだような戦いをできればなと自分は思ってるんですけど、はい、まあ、当日やっぱりケージに立つとやっぱ殴り合いしちゃう。いや、そうですよね。まあでも皆さんもね、それを求めてると思うんで、まあ勝つことは、はい、もちろんですけど、はい、それとね、来てくれてるお客さんとかに、うん、皆さんに楽しんでもらいたいですね、自分は。また盛り上がる試合を。はい、ブレイキングダウン の、 対抗戦があったじゃないですか。はい、いつでしたっけ。ないんですよね、ブレイキングダウン、はい、ボヤン選手と戦った時、はいはい、またあのような会場が沸くのを楽しみにしてます。そうですね、ダブルノックダウンを沸かせてみせます。わ、はい、分かりました。それでは明日応援してくださるファンの方々へ一言お願いします。はいはい、明日も皆さんがこのブレイキングダウンという大会に求めているものを自分がお見せするので、皆さん楽しみにしていてください。そして応援よろしくお願いします。はい、それでは以上になります。明日頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは第27試合に出場するポーランドの資格選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いや、昨日私たちちょっと仲いいんですよ。で、LINE を送って大丈夫、明日頑張ってねって送ったら、ちょっと軽量にちょっと手こずってたんですか。いや、一応余裕だったんだけど、うん、まあどうしてもね、食べたいことがね、ものがあったんで、ちょっと一応サウナ行ってそのもののためにちょっともうちょっとスペース作ろうかな、一応ね、うん、そのもののために行ったんだ、サウナ。そうあ、なるほど。もちろん。ちなみにそれはいちごですね。感覚がよくわかんないのよな。いや、だっていちごってマジでこの世界の中で一番うまいものやから。おお、うん、大好物。大好物。あ、ぜひファンの方はね、はい、差し入れ、もうぜひよろしくお願いします。はい、うちの事務所の方で、はい、いちごどのくらい食べたんですか。今日この4時間だけで2パックス。はい、体でかいんで。はいはいはい、確かに確かに。そうです。いや、今回川島さんとついに試合が決まったんですが、はい、もう結構長い間ね、ちょっと温めた試合になってるんですけど、5の時からですかね。うん、5ですね。川島さんの印象どうですか。印象は、個性ねで、優しくて、うん、でも試合の時には暴れる、うん、で一発がめちゃくちゃ強いので、うん、まあ、いくら自分の方がその、まあ、スキルというかテクニックが上回ってるだとしても、うん、はいはい、ちょっとずっと、まあ、気を抜けないなっていう。はいはいはい。いや、私ね、この試合ね、本当にどっちが勝つかちょっと予想できなくて。おい。おい。どっちも応援してる。最初仲いいって言ってたやんかい。そうなんだけど、どっちも応援してるんですよ。嘘。そう、いや、どうなんだろう。でもポーチャーの方がリーチが長いので、うんうん、
そこを使ってこう攻撃とかを考えてますか？分かってるな。リーチで蹴りとか。でも今回多分もう蹴りやったらなんかこう剣に変になんか時間なくなりそうなので、もう普通にパンチで、はいはいはい、川島くんがねやっぱりパンチでいつも来てるんで、うん、そこでちょっと付き合ってあげようかなと思って。はいはい。はい、で確かにまあリーチが長いので、うん、ストレート系で倒そうかなと思います。でも結構川島選手は距離詰めてくると思うんですよ。そうなんだよね。そこをどう考えてます？そこ気合気合で勝とう。気合で勝ちましょう。はい、いや川島さんとねポーランドの資格選手楽しみの試合になります。では最後視聴者の皆様に一言お願いします。はい、今回のね試合が絶対にバチバチな殴り合いになるんで、まあ、僕が倒れるか川島くんが倒れるか分かんないんだけど、まあ、どっちかが絶対に倒れるんで、最後まで、見てください。あとちょっとこれやっていい？あ、ぜひ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 。しゃしゃ。あとちょっとポーランドの宣伝をちょっとさせていただきたいので、はい、僕ポーランドの資格として、うん、はい、ポーランド頑張りましょう。で、あとスポンサーの皆様、本当にありがとうございます。皆さん、がいなければ僕は多分試合できないので、これからもサポートよろしくお願いします。しゃっ。これとか取引先なんでなんと言うんですね。はい、ぜひ皆さん、はい、イチゴを、ね、たくさん送って応援してください。はい、ちなみにこれ俺の会社なんですけど、この事務所にイチゴ送ってください。タロホロ、株式会社タロホロの事務所に送ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。俺に応援してよ。はい、それでは西谷選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、明日への意気込みをお願いいたします。そうですね、まあセミファイナルってことなんで、まあそうですね、1分の戦いの一番最後の辺ってことなんで、まあ。これが一番上の試合だぞっていうところをやっぱ胸にしていきたいなっていう気持ちはやっぱありますね。はい、わかりました。久しぶりのブレイキングダウンの出場になるんですけども、はい、最後出場されたのって横田選手と戦った時ですか？いや、アルバート・クラー選手です。あ、その後にそう出てますね、一応。そっか、はい、なるほど。9位からですね。私アルバート・クラース選手のインタビューだったのでお会いしなかったですね。そういうの関係あるんですか？すごい雰囲気だったんですけど。やばかったでしょ、絶対。はい、いやでも全部もらいました。全部もらいました。はい、今回も取りに行きますか？そうですね、やっぱりね、やっぱプロ格闘家でブレイキングダウン出てるからにはやっぱり、はい、せめてね、一番じゃないと、いけないなっていうやっぱ気持ちはあるんで、はい、しっかり取りたいなと思ってますね。わかりました。この試合は3ラウンドで見たいという声も多かったんですけども、はい、今回は1ラウンドです、うん、どんな試合を明日ファンの方に見せたいですか？そうですね、まあ、もともと、ね、3ラウンドって声もあったかもしれないですけど、もともとは1分のね、そこを出し切るっていうところのを見せるような試合だと思ってるんで、はい、だからそこのやっぱ究極を見てもらえればなと思いますけどね。わ、はい、かりました。1ラウンドに向けた練習などってされてきましたか？そうですね、やっぱり一応来月来場決まってるんですけど、なんですけど、まあ、その傍らやっぱり1分でどういう風な攻撃をするかっていうのはやっぱりトレーナーとしっかり話して仕上げてきてるつもりなんで。そうですよね、その大会によって戦い方を変えなければいけないということですね。はい、で今回はもう爆発的に動けるように1分間の中 で、ね、はい、しっかり仕上げてきました。わかりました。対戦相手の優良選手はどういった印象がありますか？そうですね、やっぱり今まで試合見る限りやっぱ打ち合いも強いし、まあ、本当に強い選手だなっていう感じですけど。そうですね、しっかりそこ崩さないとやっぱりね、面白くないんで、はい、しっかり見てもらえたらなと思います。わかりました。今回勝利へつなげるためにどこがキーポイントだと思いますか？なんか打ち合いにはなるとは思うんですけども。そうですね、まあ、打ち合いにはどうしようもなっちゃうと思うんですけど、はい、やっぱり攻撃はやっぱ相手が出された後に出すんじゃなくて、やっぱ自分が出していきたいなってもちろんあって、やっぱ判定基準にも響いてくると思うんで、はいはい、しっかりやっぱ自分から攻撃仕掛けて相手の攻撃を受けてっていう感じにしたいなと思ってますね。わかりました。はい、そうですね、今回の試合が決まった時にミクルさんから何かお言葉ありましたか？特にまあなんか、はい、いけるでしょみたいな軽い感じで言ってましたけどね。あ、そうなんですか。はい、いつもそんな感じなんで。あ、特にアドバイスとかはないんですね。特になかったですね。はい、頑張れやれという感じで。そうですね、まあ
そろそろ僕も結構プロ格闘から始まって長いんで、はい、まあ、いけると言われればいけるようにやっぱ試合作っていかないと、そうですね、自分で考えていかないといけないと思ってるんで、まあ、そこはあんまり気にしないですね。わかりました。それでは最後に明日応援してくださるファンの方々へ一言お願いいたします。そうやな、まあ、一応B ベットとかのオッズでは僕が負けてるようになってるんですね。確か 1.9 倍か 1.6 倍かなんかそんなって気がするんですけど、まあまあ、僕が思ってるのはやっぱ実力以上にやっぱりキックボクシング、キックボクサー相手にキックボクシングの試合ってことなんで、うん、まあ普通にキックボクシングしたんじゃ勝てないと思うんで、うん、まあ僕のいい MMA の戦い方とブレイキングダウンのやっぱ先輩としての戦い方をしっかり見せて、うん、当たり前に勝っていこうと思ってるんで、うん、皆さんそこをしっかり見届けてくれたらなと思います。応援お願いします。わかりました。それでは以上になります。明日頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは第28試合に出場するリューラ選手にインタビューしていきたいと思います。まずは明日ブレイキングダウンの試合本番ということで、今の感想、気持ちをお願いします。めちゃくちゃ緊張してます。あ、緊張してるんですか。そうですね、やっぱ絶対負けられないっていうのがあるんで、絶対勝たないといけないんで、はいはいはい、その緊張がすごいですね。あ、その緊張っていうのは相手によって変わりますか。いや、全部緊張するんで試合はなるほどなるほど。そう、はい、いや、あの西谷選手から、まあ、指名という形だったんですけど、その時どういう気持ちでした。いや、まさか名前呼ばれると思ってなくてだからもうえっていうのが一番驚きが一番大きかったですね。MMA 最強とね彼は、はい、言ってますけど、そこの部分はどうですか。そうですね、めちゃくちゃ MMA も強いですし、キックも強いと思ってるんで、だからめちゃくちゃそうですね、勝てばでかいなと思ってます。なるほど。いや、西谷選手の印象というか、そのファイトスタイルにおいての印象はどう感じます。そうですね、なんか遠くの距離で見ながら戦うこともできるし、近距離も打ち合い強いと思ってるんで、だからまあどっちにしても強い選手だなと思う。そうですよね。で今回この試合に向けて、まああのまあ、メインというか最後のブレイキングダウンの取りなんですが、練習はどういうことをされますか。そうですね、まあ、特にいつも通り変わる練習してるわけではなくて、はいはいはい、まあ、でもそうですね、勝ちに行く練習はちゃんとしてきてはいるので。その練習時間って1日どのくらいしてるんですか。朝練行ってで朝練2時間ぐらい行って、うん、はい、まあ、その前にランニング10キロしてるんですけど、うわーすごい、はい、そこから夕方、2部練、そうですね、ボクシング行って、はい、キックボクシング行ってみたいな。うわー極めてますね。まあ、いろいろやってます、はい。ちなみに趣味ってあるんですか。趣味あります。お、まあ、趣味っていうか普通にゲームとかアニメとかめっちゃ好き。意外そうです意外すぎる。じゃあもう走ってトレーニング終わって夜ゲームしてって感じですか。そうですね、夜もう練習終わったらゲームピコピコやって。意外すぎるいや面白い。そうです。ちょっとゲーム配信もぜひ見てみたいですねいつかは、はい、はい、お願いします。じゃあ、あの最後に視聴者の皆様に一言お願いします。明日は絶対一番盛り上がる試合するので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ブレイキングダウンイレブンは剣獄のほか、メテオ、オニマルホーム、イシュラ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。